現在の台北公会堂台北公会堂は台北市中心の延平南路に位置する建築物。日本統治時代の1936年12月26日に台湾総督平前下の井出薫の設計で建築された。1945年国民政府による接収が行われると台北中山道と改名され、1992年1月には 中華民国政府による国家二級戸籍指定を経て2019年に国定戸籍に昇格。新台湾巡部が門級指揮1887年、当時台湾を統治していた新朝は台湾不正史を新たに設けた。1889年、台北城西門内の西門が生きた側に、正史史画門を建築、台湾における行政の中心地とされた。 1895年5月、下関条約により、台湾が日本に割上されることとなったが、これに反対する勢力が台湾民主国を建国。静止子芝門が総統府として使用されたが、わずか2週間で政権は崩壊し、同年6月に日本軍が侵入し、不聖子芝門を接収した。その後1919 19年に、 台湾総督府が完成するまでの間、不正志子我門は台湾総督府の庁舎として使用されていた。1931年に総督府は皇太子博人新王訪問の記念と民間の文化活動に供するため、不正志子我門を取り壊し新たに公会堂を建設する計画を発表する。1932年8月、総督府は不正志子我門を 現在の台北市立植物園に移転させ、同年12月に台北公海道の建設工事が、着工、1936年12月に完成している。1945年の日本廃戦に伴う、第10方面軍司令官、安藤と敷地の幸福調印式が台北公海道で行われ、同年中華民国政府により、台北市中山道と解消され、 1949年の中華民国政府仙代後は中山老が完成する1966年まで国民大会の議事堂として用いられた。日本統治時代の台北公会堂市民集会の場所として建設された台北公会堂は1936年当時その規模と設備は東京、大阪、名古屋に次ぐ規模を有していた。設計は 台湾総督不平前課の井出るのほか、矢坂しがすけ、上野菜、二郎などが手がけ、実際の建設は台湾総督不平前課により実施された。台北公会堂前の孫文銅像、もともとは民政長官宿辰巳の銅像台北公会堂の幅は60.5メートル、奥行き113メートルで、4階建ての床面積4000平方メートルであり、 内部は集会室と食堂により構成されている。集会室は2階構造であり、座席数は2056席、映画上映設備を有していたため1950年代から1960年代にかけては公務員、教員を対象とした無料映画上映が行われていた。また、国民大会も1966年に中山老が完成する以前は、 台北公会堂で開催されていた。食堂は3階にあり、床面積は1400平方メートル。その他に、娯楽室、理髪室、貴品室、厨房などが設置されている。また、屋上には、反射式望遠鏡を備えた、天文台が設置されていたが、これは戦後演算天文台に移設されている。この他、戦後になり、公会堂広場に、 孫文の銅像及び港日戦争勝利記念碑が設置されている。1936年に完成した台北公会堂は戦時体制が強まる初期であったため単純な設計が行われた。建築的には1930年代に流行した鉄筋コンクリート構造を基本とし、外壁には北投げ釜場で生産された浅緑タイルを採用。また台湾では 珍しいアラブ様式の窓などが特徴として挙げられる。現在は台北中山堂の名称で台北市の所有となり台湾の演劇界での重要な発表の場として使用されている。ありがとうございます。